広島市立船入高等学校は広島県広島市中区に所在する広島市立高等学校。1921年に広島市立第一高等女学校として開校した。84年の伝統と歴史を有する県内有数の進学校。6割近くの生徒が国公立大学に現役校を隠している。特に、 地元広島大学をはじめ、西日本有力次第の赤積赤道率を中心に多数の現役合格者を出している。2004年度からスーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定されていた。船入りから世界へをスローガンに、21世紀を担う、社会のリーダーシップを育成すべく、国際理解教育や平和教育にも力を注ぎ、心身ともに優れた人間の育成を目指している。 学校独自の伝統として、小テスト、船入り体操、組体操、縄跳び、アルルの女王を流そう 3F 等が存在する。他の市内六校が工事をモチーフにしているのに対し、本校は船をモチーフにしている。これは生徒たちによってデザインされたものである。同様に、後期のデザイン、校歌の作詞、作曲も生徒の手によって行われた。以前は、 新入生全員が入学時に応援団による効果暗証指導を受けていたが、2002年以降は指導は行われていない。応援団による最後の指導は2001年度、入学生に対するものである。ただし、暗証を強要するものではなかった。2007年に携帯電話の持ち込みが許可された。しかし電源を切ることが条件であり、見つかった場合の罰則は厳しくなっている。 制服着用時、女子生徒の靴下の色は白である必要がある。体操服を着用する場合は、男子生徒の靴下の色が、女子生徒と同様に白である必要がある。また、男子生徒、女子生徒の両方において、基準服のもとに着用する衣類は、白無地とすると定められている。遅刻に対しては、年度内に規定回数を超えると反省文を、 求めるなど厳しい指導が行われており、遅刻者がいなかった場合には、アルルの女が校舎で流されるなど、特徴的な運動を行っている。船入り高校1階には、食堂がある。廊下の入り口から入った正面に2台の食券販売機があり、購入した食券を受け取り口で渡すことで、飲食物を受け取ることができる。食堂の部屋では、パン販売も行われている。 1930年頃の広島市の地図、私立女学校が確認できる。1998年に全面改築され、学習、生活環境が飛躍的に向上した。設備においては、将来の高校のあり方を示すかのごとく、あらゆる工夫が施されている。元町高校も同様のことが言えるが、一般的に元町ではデザイン重視、 船入りでは機能重視であると言われる。設計は村田総合設計。広島への原爆投下において、当時の広島市立第一高等女学校が、広島市内の学校では最多の犠牲者を出している。広島市立第一高等女学校の後ろ身としてその歴史を受け継ぐ本校に混流された慰霊碑にて、中央の少女が抱えている箱には、 e イコール mc 2の公式が刻まれている。これは混流当時の占領軍の報道規制により、原爆の文字が使えなかったためで、原爆の字の代わりに、この公式を刻んだとされる。通称フィック。国際コミュニケーションコースは1998年に設置された英語教育に特化したコースである。あくまで普通科なので、英語を除く教科をおろそかにすることなく、 履修可能である。海外の語学研修に意欲的で現地の人々を通じてコミュニケーション能力を高めることができる。卒業時には高度な言語力がついているため語学系の難関大学にも進学可能となる。広島市立船入高等学校株式会社村田総合設計 muratasekkei.co.jp 2019年8月20日閲覧、ありがとうございます。